どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は大津綾香隆史と被告籍の罰ゲームということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、またまた代表権騒動のお話になるんですけれども、えっ、ー、と、つい先日ですね、こちらの方ですね、立花隆史さんのチャンネルですけれども、総会ですね、月1回の総会っていうのは行われまして、丸山穂高さんまた登場って感じで、議長を任されて、 ままたた仕切ってましたけどねはいという形で、まあ、この中でさまざまな報告がされていたんでまあ、今回この件をもとにいろんな話をしていきたいというふうに思います。はいというわけでえっ、ー、と立花さんなんか元気になってましたね。<laughs> あのまあやっぱねこう応援の力ってやっぱ力なんて言うんだろうこう力になりますよね。でなんか まあ当然コメント等とかでもね今までも来てたでしょうけど、まあ、じゃあやっぱお金をね出すっていうことをやっぱそれなりにその応援したいと思う人が決断して、まあ、今回ねか、まあ、借りるお金とそれからまあまああの応援するお金みたいなのとか寄付等々含めていろんな形があったんですけど、まあ、それが1日2日ぐらいで3000万ほど集まったということですざまじいですよねあの <laughs> そんな人いるかなっていうレベル感でお金が集まっててすごいですよねはい。 という形で、まあ、いずれにしても、まあ、そういったものを見てから見ても、もう本当に、民意はもう完全に立花さんですよね。まあ、明らかではあったんですけど、こんな明確に出ちゃうと、あと、だから、大津さんがもう同じことをやってみればいいわけですよね。<laughs> とか、あと、あの以前、黒川さんが立花さんと裁判するから300万集めますっつって、 いつあれ報告すするんですかと立花さんは1日2日ですぐ今コンクリーすってますっていうこと言ってたわけですよ。でも黒川さんは300万集めると言いながら未だに報告もなくそれでありながら立花さんに対して不透明だっつっていろいろ攻撃してるわけでしょ。もうすごいっすよね。<laughs> <あの笑>あ早く口座を口座をねまあ立花さんみたいにこと見せてもいいし。 まあまあ、あの、口頭で言うと本当にも全く信用もできないけど、まあでも言うべきは言うべきじゃないですか。いくら集まってますとかね。ということで、まあそういった動画は作んないみたいですね。その代わりによくわからない陰謀動画が出てきて、もう本当に笑気できたんですけどね。あの、えっとですね。 はい。で、こちら、私のツイートの方なんですけど、黒川さんのね、短い動画が上がって、それ、音声だけで、まあ、立花さんがいろいろ喋ってるだけのように見える動画なんですけど、明らかに誰かが喋ろうとすると、そこが切られているんですよね。しかも、音声だけにしてま、まさか自分たちで独自に集めた、なんか、暴露音声ですみたいな感じで出してたんですけど、私もう聞いた瞬間に分かって、これ以前、私が見たことある、あ、これだと思って、その、YouTuber のヒカルさんが、 とと青汁王子と、えー、橘さん3人で話しててまああとだから立花さんがなんか結構ねいろんな話をまあまあ持って話す癖はあるわけじゃないですかも盛るっていうのかなあの普通はその辺はお互いの暗黙の了解みたいな仮にあったとしてもそういうのはあんま言わないですか人はねだけど立花さん結構そこを持って話すので <laughs> あの <laughs> これ <laughs>。 <laughs> そこを利用して、まあ、その辺をつなぎ合わせてなんかまあまあこうね堀江さんと橘さんの関係性みたいな感じの動画を上げてたんですけどもう本当にね意味ないっていうかそのまだ先日出したなんかこう人間関係を書いたチャート図みたいなやつあれの陰謀動画に関しては裏の取りようがななないいいかかからんじゃないですかだから、まあ、ある種まあそれでごまかされる人もどうかと思うけど。 まあまあ、それは裏取れないから、可能性って言ってりゃいいわけで、爆弾あるぞとか、核爆弾あるぞって言ってんですけど、全然出てこなくて、まあだけど、その、裏が取りようがないじゃないですか。本人たち全員、あの、否定して、そして訴えられることにはなってるわけですけど、ただ短期的に見ると分かんないじゃないですか。ところがですね、まあ今回のやつはも簡単に裏が取れるっていう、その、もうさ、やばいよねっていう。 話があってですね。しかも、ちょっとね、えっと、さらにコメント欄は私見たんですけど、爆論音声と信じてる人が結構いてですね、まあ、私が見た方は、あの、多分出してし、そんなに時間経ってなかったんで、わかんないです。その後は見てないんでわかんないんですけど、見た時はもう信じてるから、あそれ見た瞬間にあ、これやばいなと思って、まあ、ツイートはしたんですよね。はい。という形で、まあ、ほに、<laughs> 茶番ですよ、茶番。 まあそこのいわゆる責任者っていうか党の責任者っていうか代表を大津さんというふうに言ってその大津さんを守るためにいろんな活動をしているのが彼らってことなんですけどねただ大津さん自身はいやいやあれ勝手にやってることだからってことでなんかねそれちょっと無理悪くないみたいなその <laughs> あのまあ多少の迷惑行為あまあやめ,やめとこう <laughs> という形でねはいでえっ、ー、とそしてえっ、ー、とあ 総会の中身に戻るんですけど法務省の、まあ、登記変更却下問題については、まあ、まあ法務省の見解がまあ正しいっていうことをまあおっしゃっていてちょっと前まではなんか嫌がらせみたいなことをおっしゃってたんですけどいろいろ精査した結果、まあ、そうじゃないですよという形で、まあ、法文を読むとその通りになっちゃうよねっていうところですかね。た、は、た、い、ただだだそその通りななんだけどみたいな話でただそれって 立花さんから落ちた時に、要するにハンコいらない問題なんで、まあ、その時は、まあ、立花さん、特に、まあ、別に書類出してないんですよね。だから、そういう時と、まあ、見解変えてるからっていうことで、まあ、これ、法務省を確認中で、まあ、これをひょっとしたらひっくり返るのか、まあ、いわゆる見解を変えたっていうことにするのか、よくわかんないんですけど、はい。で、それを結局、まあ、裁判で決めましょうみたいな話もするんですけど、で、一応、ちょっと法文をね、そ少しだけ見直すと、ですね。 はいでこちらが政党交付金のね、えーと、法文ということになるんですけれど、えー、とも、はいそれのまあ7条の2で変更のときというのがありまして、まあ、代表者だけじゃなくて、住所等々も変わるんでその説明がいろいろしてあるんですけど、で今回の事例によると、ですね当期の申請書にはですねまあ、代表者のまあ書決めした書面がいるって話の中で、ただ代表権を有するものの変更があった場合にはっていうことで、まあだ共同代表がいる。 パターンの説明がここに書いてあってです、ね、はいでえー、っとそしてここですねこっからえー、っと当該変更要するに代表者1名の場合は変更があったことを称する代表権を有していた者および代表権を有するに至った者の,の記名を応援した書面とするを添付しなければならないって書いてあるんで法文をそのまま読むとそうだよねっていうことみたいらしいんですけどね。とはいえみたいな話がまあ ずっととされてたと思うんです、ね、まあ、上理上とかいろんなことをみんな説明していて、まあ、これ、これを読むと確かにそうだけど、とはいえ、みたいな、じゃあ、代表者、その、オす側ですね、大津さんが今回拒否してるわけですけど、反抗する人がですね、拒否してる場合はどうなるのみたいなところで、行間読むんじゃないかっていう。 ままあまあそういう話があったわけですけどまあ、これをまあ釈子定規にそのまんま読んでそのまんまあの拒否したっていうことみたいですね。はいだからそこについてはちょっとど,どうなのかなみたいな話はありますけどね。はいまあ一応法文上はそういうふうになってますっていう形ですね。でそうするとやっぱりあのなんて言うんでしょうねまあその書面そのものはえっ、ー、とか 立花さんからオッさんに変えるときに立花さん反抗してない問題っていうのがあるので、まあ、それはやっぱりちょっとおかしいよねっていうのはまあ一方であるということですよね。はい、だからまあそういうのもあるから認めてくれんじゃないのみたいな話とかあと,その、えー、と千葉法務局でしたっけの方ではまあまああの 普通に、えー、と解任としてくれればあ通すよって話もあったんでっていうところですけどねただそれをやっぱり法務省の方に確認をした結果それをあの法務省としては法文をそのまま読んじゃって回答した結果あのわけのわかんないことになってるというところですかねまあこの辺もどういう見解でやってくるかっていうのはちょっと興味ありますけどね見解を変えたっていうのかそれこそじゃあ立花さん時に戻しますっていうのかとかそれから あるいはその適用が他の政党にも全部及ぶのかって話にもなるから、全部こうさらって一回調べないとって、まあ、調べたかもしれないですね。という形ですかね。はい。で、そして、まあ、そうすると、ただ、えーと、法務局かな、法務省か法務局の決定書っていうのをもらったらしくてです、今回の。で、却下ってやつですよね。で、ここで、 政党内で自律的に決めた代表者とそれから登記上の代表者が異なる際って、まあ、今,今まさに起きていることですよね。政党内で決めたのが斎藤代表そして登記、えー、上の代表が大津さんが違うと。その際は是正を求め 裁判を起こせますよっつってて、まあ、要するに僕たちはちょっと法文に書いてあって決めきらないから裁判でやってねみたいな <laughs> で。で裁判になるとその行間を読んで条理上なんたらかんたらっていうことでまあいろいろ決められるんじゃないかっていうまあまあそういうことなんだろうなというふうに思いますかね。ということで。 まあ今まではだから政党内の分の決め事については司法審査は及ばないよみたいな話が別件でね代表者を決める等々に及ばないって話があったんですけどまあこういった不具合の部分っていうんですかねまあ結局法文をもとに決めたっていうことだからまあそこについては司法審査が及ぶよみたいなまあそういうことみたいですねじゃあその裁判どうなるかっていうと原告がえっと斎藤代表ということでえっとでそしてえっと要するに登記上の えー、大津さんに対して登記上の党首の犯行をよこせってことですよね。あの帰るからよこせみたいな早く押せみたいな、まあ、そういう裁判を起こしますということで,でそれに対して被告は誰になるかっていうと、えー、特,別特別代理人。 立花隆と大津綾香個人ということで、まあ、まさかの被告人席に立花さんと大津さんが立つっていうねこれはこれでちょっとした嫌がらせですよねまあまあ <laughs> おもろいなっていうふうに思ったんですけどまあまあ実際横に座るか置いといてまあこういうなんていう構図になりますって感じですねちなみになんで立花さんがここに立ってるかっていう話なんですけど はいで先ほどの政党交付金のね、まあ、法文のとこに戻るんですけど利益相反行為ということで9条の4の中で法人である政党とそれから代表権を有する者の利益が相反する事項においては「 代代表表権権を有有するものは代表権を有しないいっていうことですねで。この場合においては盗則等の定めることにより特別代理人を選任しなければならないということでこの特別代理人を立花隆さんにしたんでまあこれがね代表権が両者存在しないことになるんですかね、まあ、その辺がちょっと私はよく分かんないんですけど <laughs> まあいずれにしてもえー、っとですね特別代理人をお前ちゃんとしなさいっていうことで反抗しなさいっていうことで訴えるということみたいですねはい。 この辺のまあ立てつけは謎ですけどそのうちね弁護士さんが解説してくれると思いますが私としてはこの並びが面白すぎたのであのご紹介をさせていただきましたはいこれ実際なんか法廷も来ないかな来ないんですかねはいでえっ、ー、とそして続いてあと総務省問題ですねで結局今回のあくまで登記の話なんで法務省 ですよね、だから法務省とか法務局がなんかこう法文に基づいてまあ借地上下な対応するっていうことについてはまあある程度しょうがないのかなと思いつつ、まあ、一方で総務省はですねやっぱりこ,うそこ,この問題っていうんですかね政党等々の何て言うんでしょう受付場所といいますか所轄官庁ですよね。で党の総会をあそこまで開いてやってでそれに対してやっぱりその何て言うのまあ 投機上の投資と実態の政党ど,どっちをこうねそのに対してお金振り込むんですか問題とか含めてあるいは選挙をね認めるか問題についてどうするんですかっていうことがまあ突きつけられてるわけですよかわいそうですけど <laughs> あの<笑><笑>っていうのでだからこれもどうするんでしょうねなんか先ほどのえー、っと投機の問題とかにしても過去に国民民主党だったかなで亀静香さんが えといわゆる創業者で代表者だったんだけれどもクーデターを食らって追い出されたらしいんですよね。でその時にもうおそらくですけどその反抗してないとかあるいは亀井さんの方が「じゃあ俺たち俺たちで,で、ね」こう言い張ってたらどうなってたんだろう問題とかも含めていろいろあるんでねまあまあそういったなんか過去に似たような事例が全くないわけ。 ではないのでその辺について総務省はずっと判断を避けてきたというか逃げてきたわけですけどどうするんでしょうねということですよねだからまあ一番重要なのはこの選挙の部分ですよね選挙について国政政党からちゃんと立,立候補者擁立できるんですかって話があったりそれからどうなんですかね大津さんが持つさん側で勝手にこうね 擁 <laughs> 立されても困るじゃないですか、まあまあ、その辺もちょっと含めてどうするんですかっていうのもあるから、まあ、いずれにしても総務省がやっぱあの党,党の規約をもとに行ったと思われるあの党の総会について、まあ、は判断できないんですけどねだから党が自律的に決めたんだからみたいな話あるけどだから結局それも先ほどの総務省のやっぱり裁判待ちみたいなことをしそうですよねこっちのね。 といまあ両方なんかこう玉虫色っていうんですかねだから両方とも立候補していいですよっていう感じの今の状態が続くかまあ場合によってはどっちかに認めちゃうかっていうことでまあちょっとこれは混乱ですよね。まあ、あとはもう一つお金の問題あって結局お金振り込んでるのは えと総務省なんですよねで、まあ、最初やっぱり一番真っ先に立花さんが動いたのは預金の保護ということで今凍結してるところに対してさそこにさ対してさらに差し押さえに行ってるんで、まあ、ひょまあこれを間に合ってるかどうか分かりませんけどまあとりあえずここを抑えることはできるとここに1億今いくら入ってるんだ1億近いお金が入ってるわけですよねでさらにまた、えー、とここに対して78,000万ぐらいボンと入ってくるとでただ今回の件も結局振り込み先を大津さんが ねえ買いちゃったっったててうところから始まってるのでじゃあ投機上の投手が、まあ、新たにですよリソな以外の別の銀行とかに政党、えー、の口座作ってですよだから投機が大津さんになってたらいけるかもしれないじゃないですか、まあ、それが作れるかどうかって一つポイントなんですけどだからその。 同期が取っちゃうううとそういうことそいこ起きるわけでですよねで手続き上をじゃあ総務省に対してそっちに振り込んでねって言ったらまあ、手続きに瑕疵がないで振り込みますみたいなことを総務省がやったら、まあ、そしたらまた大問題になるわけですよねだからそういうのも含めて、まあ、総務省どうすんで少年問題ですね <laughs> <あの笑>が問われてくるっていう形ですけどねまあでも普通に考えてたらだって民意は明らかに立花さんがっていうかそう党のことは党で決めてて党,党が まあ、斎藤代表って決めたわけですよね、実質ね。だ,だし、あと、大津さんが意見表明みたいなこともないし、ただひたすら、反行を押すことを逃げてる人みたいな感じですよね、要するにね。ということで、だから主張があるんだったら言えばいいと思うんですけど、それはなくて、みたいな感じなんでね、はい。ということでございます、というところですか。はい。で、さらに、えっと、黒川さんの対処問題、あ、対処、あ、これちょっと違いますね。 はい、黒川さんの対処問題ということで、まあ、いわゆるなんかこう、立花さん側からするとデマを流されたというような動画が出されたことによって、まあ、それも刑事告訴を含めて、それこそ民事刑事で今、すごくたくさん動いてるっていう形で、まあ、警察の方もどうも、えー、黒川さんに対しての心証がめちゃくちゃ悪いというところで、まあ、それを言い出すと、まあ、立花さんもそれとかあるかもしれないけどね、<laughs> 過去にやったことがやったことなんでね、まあ、最近はあまりやってないんで、まあ大丈夫だと思いますが、はい。 という形でですかねであと黒川さんがよく言ってるそのいわゆる凱旋口に関してまああの言い訳というか反論なんでしょうけど過去の立花さんが凱旋やってたやつを貼り付けたりとかし,してるんですけどねだからそこの対象先はあくまで公共性のためですよね NHK をぶっ壊すっていうのが、まあ、どう見るかって話ですけどそれは NHK 側から見たらあるいは近所の人から見たら迷惑行為かもしれないけど。 まあその後立花さんの活動を見る中で NHK が一家におかしいかって話になってて結果今自民党っていうかいろんな政党からも NHK がおかしいよねっていうことを言われるような状態までなってるのでここで公共性がありましたということと本当にただ一個人に対してですねあの <laughs> 外線かけるの <laughs> 一緒なわけないだろうっていうふうに思うわけですけどまあまあでもそこについてそう思っちゃう人についてはまあしょうがないですよね。はい。で そしてあと黒川さんたち3人がですね今えー、っとですね水戸地裁の方に仮処分禁止あ外線禁止の仮処分で呼ばれてるらしくてですねでこれ何なんだっつう話なんですけど。 はいでこの外旋行為に対して首都東京法律事務所さんが説明されていたんでこの辺からちょっとお借りしたいというふうに思うんですけども要するに外旋活動を止めるには法律的に、まあ、どうしたらいいんでしょうかということで、まあ、世の中的にはそういう迷惑行為をね、まあ、する人はいますということですかね。はい、ではいいで で今回の事例はねどこかの会社の事例なんですけどね、まあ、そういった会社の本社とか店舗とか役員との自覚等々ですねに街宣車や拡声器を使って大声で、えー、罵り、えー、騒ぎ立てる街宣活動は、えー、どっかで見たことありますね <laughs> 現在でも行われてますということで極めて緊急性の高い対応が求められますということですねはいで当然これに対して不法行為ってことなので基づく損害賠償請求を有する 借りさせさえなどできるんだけれどもえー、っとこれはあくまで金銭賠償による救済であって相手に資力がないかまたは相手方の財産を調べることができなければまあ円に書いた餅になっちゃうということでえー、っとここで現在行われている外旋活動に対し名誉人格権ないし営業活動等を保護するために迅速で実効性の高い外旋禁止の仮処分をもって対抗しますという。 ことですかねだから、凱旋活動に関しては、まあ、仮処分の利用しかないというぐらい有力な対抗手段だということですね。はい、はい、で通常はですね、証拠集めたり等々があるみたいですけど、ネットに転がっているレベルでいっぱいあるわけですから <laughs>、それはちょっと飛ばさせていただいて、えー、っとですねこれによって禁止を求める内容ということですかね。ははいい、えー、そうですね、はい で、債権者自らまた第三者をして一定内容体、えー、の外戦活動してはならないとの不作為を求めるものになるということで,で表現の自由に対する配慮も必要となるのである地点から半径何百メートル以内というような不作為を求めるのが一般的で、えー、実務的には500から7メートル700メートルが一番多いですということでまあだからこれじゃあ何か足んないような気がするんですけどね。 なんか日本中とかにしないとあちこちでやるけど、まあ、とりあえず迷惑行為を被りそうな人はみんなでやっていくとこの範囲がどんどん広がっていって、まあ、一番いいのはですね、長田,長田町でやると長田町周辺でできなくなるとそれこそ国会前とかでもできなく警視庁前とかでやってるじゃないですかあれができなくなるのは痛いと思うんですけどね。はい、ということをままあまあどうも水戸地裁でやるみたいですね。はい はい、でそのなんか仮処分をもしあの申し立ててるのが小木津さんですね先日立花さんと一緒に動画を撮られて「えっタトウみたいな <laughs> 動画で。 ほ他の差し押さえ等々でも動いてる方ですけれども、その方のツイートを見たら、なんかどうも相手が、なんかこうさ、弁護士立ててなくて、なんか裁判所困ってる風のことを挙げてたんで、誰とは特定して書いてませんけどね。<laughs> <あの笑>でも、多分もうお金がなくて、弁護士にすらお願いできなくて、みたいなことになってる可能性がありますね。はい。<laughs> まあまあ、というところみたいですけど、いろんな意味においてでも詰まってきてるのはまあ間違いなさそうですね、というところですかね。はい。で、 あとですね、ガーシーの現在ということで、まあ、弁護士費用をね、今集めたり等々がある中で、まあ、現状の方針としては、まあ、罪を、ねまあ、軽くしようという方向性で動いていて、まあ、なんかねあの川上さんがちょこっとなんかツイートした内容にもですね、悪いとこは悪いとこで認めてる、まあ、筋が通ってるみたいなままあまあそういうような発信をされていたのでひょっとしたらそっちね、弁護士を通じていろんなやり取りが、まあ、あるんじゃないかと。 っていうところですよね。まあ、というところなんで、まあ、それで、まあ、誰かが、まあ、取り下げるとか、あるいは取り下げなかったとしても、常習的脅迫っていうのは、やっぱ、外れる可能性が高いですらわかんないですけどね。という形の中で、まあ、 あのこれの交渉が実はめちゃくちゃうまくいくと普通に不起訴で終わる可能性すらあるということで、まあ、その辺は分かんないですけどね警察の本気度合いとかもあるんでなかなか難しいし別件で再逮捕みたいなことをしてくる可能性がないわけじゃないですけどよくあの陰謀論で言われてるね SNS マフィアみたいなことで巻き込まれてなければそのまんまっていう可能性すら出てきたっていうところですかね。はいまあ、その辺はあままりり期待もせずと様子を見守りましょうって話でですかね以上で ですご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。